ご覧の皆様、こんにちは、ホステルと申します。プレイステーションのサイレントヒルの実況プレイをやっていきましょう。本日もどうぞよろしくお願いいたしますね。謎の世界の学校を探索していっております。で、少しずつ探索範囲を広げていって、前回最後には書庫の鍵を手に入れたところで終了してますね。その続きからでございます。やっていこう。ああ、だけどこっち側からだったら南東の階段使えるか、もしかして。ああ、鍵かかってるのはいけない。じゃあ戻っていきましょう。謎の世界に入ってしまって、学校のマップも以前とは様変わりしちゃってるよね。多分ここもう来ることねえだろ。突破していけない。多分ここはもう来ねえと思う。攻略上で敵と戦っても意味はない。スルーしていく。あそこに敵がいたということは覚えておかねば。もしかしたら今後通行する日が来た時とかにあそこに敵いるっていうことを覚えておかないと命を落とす可能性があるからね。ここだったよな。次無我部長で中で逃げ出しちゃった俺。で、科学室に入りたいの扉に鍵。こっちは開かない。以前の世界では入れた。だがしかし今回は入れないと。あ、敵いねえじゃねえか。ライブラリーリザーブ。書庫の鍵ここかな。あ、ここだ。こっちは鍵？鍵。入ってく。次。あ、いねえわ。お、アイテム発見。何の音？ What？ What？ ねえ、今の何の音？こっちだよな。ねえ、押し黙っちゃったわ。実況者失格の烙印。快適？あれ？なんか平和な世界なんだけど。あ、くれ！この本は。鶴を聞いた弓矢を担いだ旅人は、それなら私がトカゲをやっつけようと言い出した。旅人はトカゲに会うと言ったりやっつけようとしないで悪口を言い出しました。なんだい、こんな変なチョコトカゲ、ちっとも怖くない。それを聞いてトカゲは怒りました。お前も一口飲み込んでやる。トカゲは旅人めがけて大きな口を開けて飛びかかりました。実は旅人はこれを待っていたのです。旅人は落ち着いて弓に矢をつがえると、その口めがけてヒューと言いました。見事矢はトカゲの口の中へ、硬い鱗のない口の中へ飛んでいき、お腹の中にぐっすりと刺さりました。それにやられてトカゲはドーと倒れると死んでしまいました。外国のおとぎ話だな。子供の頃読んだことがある。神々弓矢が出てくるっていう下かな、これ。もしかしたら今後弓矢が武器で手に入るのかもな。ハンドガンの方もゲットしていく。他には何もなさそうだから、これとかもアイテムじゃないよね。うん、では行きやしょ。敵いないな。逆に不安になってくるんだけど、敵がいなかったら。教室行けない。落ち着いて。走るとまずい。微妙にラジオのノイズが出る。え？ちょっと待って、もう行けるとこなくない？これ暗すルームに入れないし、で廊下も真ん中で分断されてるから。ちょっと待って、落ち着け落ち着け。ちょっとお酒の準備。落ち着いてウイスキーをグラスに注いでいくスタイル。あと2時間ぐらいはお酒飲めるからね。いや、実は今日も仕事なんだけど、夜勤だから逆算してお酒を飲んで、仕事の前にはしっかり抜けるように調整してる。いけない。
教室に入れねえしな。ただこの鍵がかかっているってメッセージ、ワンチャンこれ通報できるんじゃねえか。壊れていて通れないっていうメッセージじゃないから、これはいけるような気がする。となるとなくされたって何、残された謎解きは屋上だよね。屋上の下り、まずはバルブがあって排水バルブがある。開けますか。え、前ここ調べられなかったよね。まあいいわ、調べてこう。で、水が流れて、手前の穴に流れていってしまう。何かで塞げないか。なんでわざわざバルブを閉じるのか。手前の穴？これか。普通の排水口だ。特に変わって様子はない。え？これまさかのゴムボールか？形に似てるような。使えんじゃねえか、普通に。しゃ。この勢いそのままに行きたいところだね。で、なるほど。水を溜めて、この中にある鍵を浮かせて取れってこと。鍵浮かないでしょうよ、チャリの鍵じゃねえんだからさ。案外しっかりした鍵だったら水に沈むよね。つかチャリの鍵の水に沈むような気がするわ。木製か何かか。お、スムーズだね。だからなんでわざわざ排水バルブを止めるんだよ。水道代をケチる男か。で、鍵は流れていったようだ。浮くんじゃねえのかい。ちょっと待って、この真下に当たる部分に流れていったってことだよね。チーズチーズチーズ、一旦チーズ。一回まで流れたか。ストレージって何の部屋だっけ。2階で止まってるかな。まあとりあえず、え、ちょっと待って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 、位置取り的に言ったらルーフの南側だから、ここの真下で言ったら廊下のあたりかな。ちょっと一応行ってみよう。敵の再配置に気をつけながら、不意打ち食らうかもしれないしね。まずは候補、ここ第一候補、この辺り。それらしきものはないな。排水口みたいなものも上にないし、1階か、まあ、排水するんだったら理屈を考えたら1階だよな。2階にわざわざ水を流す意味がわからない。ここだよな。うん、落ちてないな。中庭か。だいたい排水溝の真下はこの辺りなんだけど。あった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 、しゃ。教室の鍵は思った通り。一回セーブしとこう。いい流れ。ここで死ねんぜ。まあだけど昔のプレイステーションのゲームのくせに親切だからね。コンティニューができるんだよね。オートセーブどこで入ってるかどうかは知らないけど、必ずセーブポイントまで戻されるわけじゃないから、それはありがたい。怖さの中にあるなんていうか一筋の優しさだよね、それは。まあコナミが一流メーカーであるゆえんか。ゲームのメーカーで言ったらね、本当にコナミ、カプコン、スクエニは
人生の8割と言っても過言ではないほどお世話になっているからね。コナミは仏、学生時代の頃の青春みたいなもんだから、ね、当たらない、温存していきたいからね。なんかラジオのノイズがブスブスブスっていう感じのになったら最接近してるってことかな。敵が B マニシリーズにはお世話になったからね。コナミ、コナミ最高といったところか。え、いる、どこ、待て、それはまずい。後ずさりしながらね、立ち回りも幅が出てきたといったところか。まあ、主局の立ち回りありがとうございました。ノーダメージ勝ったな。もう一体いる、やめて。よし、3体目どこからも相手出てきた。教室の鍵は使い切っとかないとね。鍵を開けていく。で、隣の部屋に行く前にアイテムを物色。相変わらず出てこないショットガン。ただ物語を攻略する上で取りこぼしていきたくはないよ、ね、ここにも敵の影はなく、お、椅子に置いてある栄養剤、こういうところに置いてあるのって普通に飲みたくねえんだけど、腹壊しても責任取れねえわ。保健所に行くぞこの野郎。扉から出て行き、いるよね。栄養剤めっちゃ出てくるけどこれボスラグでは。おっと、危ねえ。あ、もう一体、やめて。うっぷね、足元注意、足元がおろすになって、やめて、絡むな。なんだよ、お前生きてるか、足。で、こっちの扉も一応開けたんだね。で、ここは開けられるでしょ。可能にしておいて、でいよいよ階段降りていく。あ、あるあるある、はいはい、階段ねえかと思ったわ今一瞬、俺びっくりした。それともストーリーの過程でイベントが何かで手に入るのかな。シャッカン、シャッカン欲しいよね。ボイラー室か、壁に立てかけてあるかもしれないからちゃんと見ていかないと。なんだ、びっくりした。普通に今までも出てきてた、なんだ人形じゃねえか。こっちは視点すげえ悪いけど、ストレージって何なの。倉庫のことかな。お、シャーカンの弾、いいですね。てめえこれボスじゃねえか、これボスのような感じがするんだけど、雰囲気。ショットガンの弾かける2にアンプルでしょ。ショットガンの弾これだけ出てきてまだ本体が出てこないっていうのは消せない。やっぱり取りこぼしてる説が濃厚なんだけど、どっかにあったっけ、わからんねえ。ボイラー室の様子も様変わりしてる。このバルブなんだ、 両脇にテント構えるバルブは。このまま先進んだらさ、なんかサイコブレイクみたいにバシッとかって針出てきて死んだりとかするんじゃねえだろうな。全然ちげえか。あ、回転扉みてえな仕掛けか。ここ両方巧みに操作しながら先に通れるように努力しないといけないってことだ。待って、こっち180度回ってる。回したら
左側のバルブを回したら、左側の回転扉が180度回って、右側が90度回ってる感じがする。で、右側のバルブを回すと、なるほど、右が180度回って、で、左が90度回るってことか。まあ、このあたりは適当にやってれば、そのうち解けるでしょう。右は通れる、あと左だね。これ、右のバルブを2回操作したら、あと1回左のバルブ操作したらいけるようになるんじゃねえか。あ、普通に右のバルブ操作するだけでいけるようになったわ。で、この先には一体何か。地図に表記されてない宇宙エレベーター。いい感じで酒が回ってまいりまして、今なら何も怖くない。何でも来い、矢でも鉄砲でも。モンスターやめて。え、動ける？動けないよね、イベントだよねこれ。何これ？ああ、なんであいつ、なんであいつ、ぐるぐるみたいなのができた。何あれ、とりあえず攻撃加えていっていいか。動きが早い。近くに来たら動きが早くなった。ボスかこれ。あ、逆逆逆逆逆逆逆。なんかこれ交代してる時ってさ、なんで後ろ、右下に入れたらさ、キャラクター左向くの、これおかしくない？なんかバイオハザードのラジコン操作逆なんだけどこれ。だから操作がね、なんていうか逆になる。なんであれ？危険！俺の本能が避けろと言った。俺の本能が避けろと言った。今。ああ！なんだあれ？ちょっとまた逆になってる。交代するときの動作が逆になるのが厄介だ。ひょっとしてさ、なんか本が示唆してたのってあれかな、なんか口を開いたどうのこうのとかってあったじゃん。口の中に持ち込んでいけば大きなダメージが与えられるのか。うおお！だけどあれダメージ高そう。交代しながら撃てば食われない。それでいこう。主人公もがいてなかったんだけど。いつまで咀嚼音してんのこれ。キャラクターの動きがもっさりしてるから回避するのも一苦労。ボスからか。いや、ショットガンが相変わらずないよね。これひょっとしてボスが出てくるまでショットガン手に入ってるんじゃねえかと思うんだけど、なぜか手に入ってない。通常攻撃か。口を開ける条件って何なんだろう。一定ダメージを与えないと口開けて攻撃し始めないのかな、こいつ。いった。
りあえず様子見ながら戦おう。あの体当たり攻撃、小月みたいな 体当たり攻撃があんまりダメージ受けねえから、一定ダメージ与えたら口開き始めんのかな、あいつ。あ、チケチケチケって交代してるとき絶対これ逆になる、行きたい方向と。めんどくせえ、これオプションで変えられないかな。またあー、これ交代しながら襲撃するのマジでむずい。よけろ、あっぶね。あんまり下手に交代中は方向転換しない方がいいかもしれない。だいたい構造は掴んできた。開いた時に一気に襲撃するか。いい感じで削れてるのでは。でこれ物量相当使っちゃいそう、この戦闘で。ハンドガンの弾結構使うの覚悟してるのかな。これでパターン化できるのでは。何このスローモーション、マトリックスかてめえは。どういうこと、どういうこと。どうなる、誰この子。こいつなんか CD ロム外した後に出てくる女じゃね。What was that? なんかパッケージから CD 抜き取ったら女の子下に書いてあるんだよね。そいつだわ。それにここはボイラー室でどうなってるんだ。わからないことばかりだ。元の世界に戻ってきたのかな。え、すぐ待って待って待って、じゃあショットガンとは永遠の別れってこと。どう考えても弾だけあってさ、ショットガンがないってのはおかしいよね。なんか落ちるけど。K ゴードンの鍵。 K ゴードンって誰。あ、なんかちょっと見慣れた感じが一筋の光が。鐘の音、教会の鐘か。一体誰が鳴らしているんだ。バルカンチャーチ、ここに行けってことか。また屋外戦。しばらくはハンドガンとお別れか。じゃあまたよろしく頼むぜ、鉄パイプ相棒よ。俺ここの鍵開けてなかったの。じゃあとりあえずは学校戦はこれで終わりってことか。全体マップって見れないのかな。今は学校のマップしか見れないってこと。外のマップ見たいんだけど。まあともあれ、今日はセーブして終了にしましょう。ご視聴くださいましてありがとうございました。次回はおそらく再び屋外戦になるんだろうね。はい、それでは今日はここまで、さようなら。